もう一度行きましょう。はい、町民名、犬子犬さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。マグロ王子様、姫様、アーさん、ご機嫌うるわしゅう。ご機嫌うるわしゅう。俳句で告白、愛用作文で告白、うん、猪木のモノマネで告白、聞きました。濃、はい、すぎます、うん。実用には程遠いです。さて、自分の悩みを聞いてください。この度、彼女にプロポーズしようと思っています。うん、あら、プロポーズ。しかしながら、長い期間付き合っているため、そんじょそこらのプロポーズでは聞いてくれそうもありません。はいはい、そこで、ラップで告白しようと思っています。いやいやいや、待って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 、磯野、磯野、磯野待ってよ。マグロ王子、よろしくお願いします。チュー、ちゃんと韻を踏んでくださいね。私たちいい韻持ってんじゃん。いや、いや、ちょっと、待って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 くれよ。なんだよ、今日台本にさ、ね、あの川口がゲストに来るっていうこともあって、うん、お悩みチューニングがないんだよ。ないんだよね。うんうんうん、だから幾分かこうマグロさんがすごいテンション上がってらっしゃったんだけど違う、これはあくまでも普通歌にお答えする。いや、チューニングって書いてあるよ。いや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 、チューニングじゃない、こう間違えちゃった、ごめんね。なわちょっと待ってよ、消した。何、所長としてちょっと頑張っていただきたいわけですよ、うん、そういえばね、韻の話なんだけど、そうそう、さっきね、さっき9話を、そう、俺らは自分のキャラを忘れすぎて、思い出せっつってね、で9話を、うん、見せられたわけです。見せられてて、うん、そこでうちらが真剣にこうやってキャラクターをね見ようとしてるとこで、うちのマグロくんが、あのなんだっけ、あのジュリさんがなんかなんだっけ、誰の状態を見てたんだ、7号、そう、7号、7号のその弱ってる感じを見て、この状態はかなり渋滞感じの韻を踏んだところがあって、ちょっと俺一人で受けてた、家で見てて受けてたんですけど、今日みんなに言ったらみんなやっぱ共感してくれたんで、うんうん、まあそういう意味でもちょっと9話は注目のね、うん、忘れてます。そうそう、っていうのはまさかね、はい、こんな本編で出てくるとは ね、 ね、プロポーズですもんね。ね、うん、いや、グッとくるよ。グッとくるか、うん、グッと。川口はハードルを上げるいやー、これちょっと待って、だってリズムとかないじゃん、だって。え、なんその周りの、じゃあさっきのずっちゃって、私がやるよ、ずっちゃ。じゃあ、じゃあちょっと朝の音に精通してらっしゃるな。ずっちゃずっちゃ、それだらら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 、それそのあれじゃん、それダメ、あの、ね、ジャスラックが、そうね、いろいろ起こるもんね、うん、よし、行こうぜ。じゃあ行こうぜ、イエーお前ら準備いいか、イエーイ、よし、じゃあ行くぜ、イエーイ、よし。お前の名前なんなんてのおいらはお前の何なんのよ俺の心はちょっと待って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 、あのね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 、あの、ちょっとやっぱいるって、時間とか。あ、時間とかいる？あ、いや、あってもダメかもしれない。あ、じゃあちょっと考えていいよ。それまであの、ちょっと、うん、あの、川口と話してるから。ね、汗が止まんないよ。川口はラップとか歌うんですか？結構できるよね。だいたい毎日ラップだよね。だ、人生ラップ。ちょっと待って、じゃあ川口が教えてあげればいいじゃん。いや、ここはやっぱ、ね、ここはまずとりあえず中島の、そう、中島のラップを披露してからの話だと思うんだよね。本当に、うん、磯野も最近頑張ってんだよね。磯野はラップは卒業したんだよね。卒業したのかかっけえな。磯野20代前半ラップでなんかしろっていう前無茶ぶりすごい多かったすごい多かったんだよね。もうトラウマ的になってて、今はそのね、マグロくんがいるから、うん、いい感じだね。そっか、うん、うん、え、いいかな、うん、Yeah! Yeah. じゃあ、行ってみようか。Hey! Hey! 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 ペンコロコロしないで。Hey! Hey! お前のハートをハードいただく。Oh yeah! Oh yeah! 俺の目で落とす。Yeah! お前この手に取り戻す。Yeah! 離れたの？お前の、あれだよ、お前の、お前の薬指、俺の薬箱、包帯巻いて、包帯どうだい？どうしたどうした？一緒に住まない？俺たちの未来！イエーイ！花火！ボーン！すごい。ちょっと待ってよ。すごいね。事故だよ、事故。事故、もう、大事故だね。今すごい怪我をした、ね。怪我をしたよ。あれ、スタッフからの助け船っていうメールがある。何？素敵。ここでカジ君に嬉しい情報。うん。なんと、
姫様はラップが得意で、ラップの女王様と呼ばれていたらしい。ヒャー、まさかの。ちょっと待って、ちょっと待って、姫ズラップタイム。イエーイエーイエーイ。本当に行ってみようぜ。めない、はい、チューニングチューニング。よいしょ、いけるか姫。待って、ちょっと待って、インとか踏めない。うっせー、目元がいらねえぜ。ワンワン、イエーイエーイエーイ、はい、イエーイイエーイ。お前のご飯、おい、yeah. 毎日食べたい。食べたい。インフンでない。俺の体調、体調、体調、体調。ガラス瓶に。ちょっと姫、わかんないよ。わかんない。胸がキュンキュン、胸がキュンキュン。俺の一生、俺の一生、お前と一緒に。そうで、そう、なんか俺前流行ったやつとかで聞いたことがあるんだよな。一生一緒にどうのこうの。あ、そうだね、あったね、うん、あったね。所詮みんな考えること一緒だよね。そっか、うん、これね、辛いわ。あ、そっか、そういえば俺思い出した。あの、さらにスタッフからの助け舟。うん。なんと今回、ゲストのアーさんは、びっくりなことに、うん、ミュージシャンなんだって。え、嘘かと思うよね。だってさ、トーク上手いから。あ、そうだね。いつもラジオの DJ とかやってるから、ね。そうそう、ドラマとかも上手だからね。そう。歌手なんですか。あ、本当は歌われてる。歌ってるよ。歌ってるか。それが何か。そうなんですね。じゃあね、やっぱ。やっていただかないと。音に乗るとか得意だよね。ね、私たちみたいなペーペーと違ってね。い、うん、っちゃうか。あー、ドラプターン、イエーイ、いっちゃって。私はなぜ、はい、私はなぜ、額に汗、額に汗。うまい、うまい、うまいけど、ちょっと待って、原点に戻って、プロポーズ、わかんない、カタカナとかわかんない、カタカナとかわかんない、やってるのカタカナとか、もうこのコーナーやめていい。おしまいだぜ。みんなやけどしてたぜ。みんなやけど、大怪我だぜ、大怪我だぜ。というわけで、まだまだこれからもお便り募集してるから、よろしく、チェックアウト。